ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後2時を回りました。ハイサイ教会デビルの、時間となりました。また今日もよろしくお願いいたします。今日のお相手は私、荒垣博正、そしてミキサーを担当していただきます。はい、FM ギノアンの宮里です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、私は2週間ぶりですね。先週は、はい、なんとインフルエンザに、そうなんですか、やられましてですね、はい、家族全員ダウンして、大変な思いしました。家族全員連鎖で、はい、大変ですね。4名家族ですね。下の子供が、高校生ですけども、インフルエンザ持ってきてですね一人一人も順番よく移ってですね、はい、私は絶対移らんだろうと思ってたんですけどもね、何十年ぶりかにね、もう中値しましてですね寝込んでしまいました。はい、大変ですね。いえいえいえ、もうすっかりと良くはなりましたので、うん、大丈夫です。はい、はい、まあ1週間ちょうどいい休みだったかなと思いますね。はい、まあ、真夏のインフルエンザっていうのもですね、きついですね。うん、あまり聞いたことがないようですけども、なんか今また流行ってるみたいですね。流行ってるらしいですよね。はい、全然知らなかった自分がかかるまでこんな真夏に風邪やインフルエンザが流行ってるのっていうのは知らなかったですね。なんか注意警報も出されてたんですけど、ちょっと前に、はい、やっぱそうなんですね。うん、はい、皆さんは大丈夫でしょうか。ラジオ機の皆さん、気をつけてください。はい、はい、今日もですね、また山津先生、急用が入りましてですねついさっき電話がありました、はい、お休みするということですね、また2人で進めるんですけども、はい、本当に暑い、夏となりましたね。うん、台風ももう近寄れないぐらい暑いですね。はい、あまりにも、高気圧が張り出しているもんですから、台湾、先島はね、この前ね、台風に見舞われたみたいですけども、うんうん、まあ、被害いかがでしたでしょうかね。八重山の皆さん、まあ、被害があったようなニュースも、こちらには届いてますが、うんうん、まあ、沖縄本島の方はですね、もう台風の、雰囲気も感じないぐらいですね、はい、もう暑い夏真っ盛りという、うんうん、天気が続いておりますが、はい、まあね、全国的にね、災害のニュースとかがね、今日よく届いてますが、うん、宮里さんもこういう災害とかって見舞われたことっていうのは経験あります？あ、私宮古島なので、あの台風がすごい、うんうん、あの大きいのが来たんですけど、はい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 、小学生ぐらいの時に、わかりますか？結構有名な、もう学校とかも全部休みで、はい、休みになってもう全部、うんうん、ガラスも全部割れて、おお、はいはいはい、トラックとかも全部倒れてですね、大変でしたね。あの電柱が何十本って、うん、あのなぎ倒された時があったよね。はい、あ、それです、あの時かな、はい、あの後のね、一月ぐらい後に私仕事で行ったことがあるんですよ、はい、宮古島。あの、なんて言いますか、あの風力で動く、あの風力発電、発電、はいはい、あの、はいはい、風車ですよね、風車風車風車あの羽もボロボロに折れてましたよね。もう、はい、すごかったです。はい、あれはもうおそらく90メートルぐらい吹いたんじゃないかなと言われててね、うんうんうん、測定不能って言われてるぐらいの台風でしたよね。はい、もう多分1週間ぐらい、うん、学校も休みで、停電も2日か3日ぐらいかかりましたね。はい、あ、宮古島は、まあ、山がないですからね、何にもないので、うん、はい、直接も風が当たるっていう、うん、津波が来たら一番怖いですけどね。うん、はいはいはい、はい、もう200年以上前には津波もあったようですけどもね、うん、まあ、本土の方ではあの水害ですね、雨が多くて、あちこちでですね、もうお亡くなりになった方もいられる、おられるようですけども、はい、怖いですね。まあ、はい、お見舞い申し上げます。はい、まあ、平穏無事でね、うん、あるようにまた祈ってまいりたいと思いますが、はい、それではまたあの一曲言ってからお話ししましょうか。はい、はい、じゃあそれでは主の隣人ですね、どうぞ。
ください。ラジオ聴きの皆さん、FM ギノワンハイサイ協会デビルをお届けしております。ちょっとね順番が狂ってしまいましたね、ごめんなさいね。今日の御言葉から本当は読んでいただきたかったんですけど、はい、はい、今日の御言葉は、マタイの福音書18章1節から4節までですね。はい、宮田さんに、朗読していただきましょう。はい、それではいきます。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。はい、はい、アーメン、ありがとうございます。はい、今読んでいただいた箇所ですね、うん、はい、まあ、これもよく保育園とかね、うん、そういう教会系の保育園って結構ありますよね。私入ってます。はい、宮古島で。子供が今も教会の、あ、はいはいはい、はい、なんていう保育園でした。光の子保育園、あ、光の名前もね。おそうなんですけど、はいはい、そういった保育園とか幼稚園の先生方のメッセージの中でもこれよく出る箇所なんですけどね、はい、まあ、子供が、一番偉いっていうふうにね言われてるんですけども、うん、まあ、子供って、やっぱり純粋無垢で素直ですよね。はい、まあ、そういう心を持ちなさいということを、まあ、子供を例えて、真ん中に立たせたということなんですね、うんうん、イエス様がですね、うん、ですから、イエスの弟子たちというのは、まあ、聖書を知らない方々はとても優秀な人たちだろうと思いますよね、普通ね、
違うんですよね。12デシって、はい、12デシってとってももう優秀な、人たちがイエス様の弟子になったんだろうというふうに、うん、大体の人がそう思ってたと思うんです。私もそう思ってましたけども、はい、実はあの聖書を読んでいくとですね、なんともあのちょっとあのピントがボケたねって言いますかね、うんうん、少しあの外れてるような性格の人たちがもう十人十色と言います、まあ、12人いますから12人十色なんですね、うんうん、まあ、そういった中で、できるだけ、弟子の中でも私の方がイエス様に一番、可愛がられてる弟子なんだよというふうに、まあ、言いたいというような心もちょっとあるわけですよね、うんうん、そういった意味で、誰が一番偉いのということをぜひ聞きたいわけですよ、うんうん、弟子もね、あんたが一番偉いんだよっていうのね、順列をつけてもらいたいというような思いも多分あったと思うんですね、はい、まあ、しかしながらイエス様は意外な答えを、言ったわけですね、うんうん、その時に、ちっちゃな子供を、真ん中に立たせる、うん、真ん中に立たせるっていうのが、ポイントですね、はい、もう中心に置くっていうことですね、うんうん、この子のように、純粋な心を持っている人が、天の御国で一番偉いっていうね、うんうん、まあ、こういったところはあの意外な答えが返ってきたなというふうにあの多分弟子は思ったと思いますね、はい、まあ、そういったところから、やっぱり子供にも教えられるということがですね、うん、この、聖書箇所から、読み取れるんじゃないかなと思いますね、うん、はい、あの子供の頃っていうのは、天の神様がなんか見てるよとかっていうふうに言われるとそう感じるじゃないですか、うんうん、大人になればなるほど誰も見てないからいいんじゃないっていうことで多少悪さしたりとか、うん、そういうことっていうのは大人になればなるほど起こるんですけども、子供は、やってもいいかなと思いながらも神様は天から見てるからちょっとやめようということで、うん、自制したりするっていうのがあると思うんですけども、何でも素直にね受け入れますからね、はいはいはい、はい、天のお父様の言う通りっていうふうにね、うん、唱えたりっていうのが遊びの中でも、純粋にあったと思うんですけども、うん、いつの間にかですね大人になるに従ってこういったものも忘れてしまうっていうのがありますから、はい、あのこういった聖書箇所がですね、うん、また、引き戻してくださるっていうのがね、うん、あって、あの非常に、聖書っていうのは、この辺が、ちょっと汚れてきた大人の心をですね、うん、また洗い清めてくれるっていうところがあるんで、はい、あのすごいなと思いますね、うん、特にあのこのマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネっていうあの新約聖書の一番最初に出てくる順番で今言ったんですけどね、はい、その、4つの福音書があって、その中の、3つの福音書にはその話が載ってるんですね。マタイ、マルコ、ルカには、しっかりとこの話が、書かれていてですね、うんうん、まあ、こういったようにあの似たようなものがあちこちに書かれているということで、この福音書のことを教官福音書っていうふうに呼んだりもするんですね。ちょっと専門的な言い方すると教官っていうのはお互いに共鳴して、はい、お互いにあの共通する箇所が書かれているということですね、うんうん、この3つの福音書は、教官福音書、そして一番最後に出てくるヨハネの福音書というところは、単独で独自性が高いものが結構書かれているものですから、第4福音書、まあ、ちょっと独立してるよというような意味合いでですね、第4福音書というふうに言われたりもするんですけども、うん、まあ、もちろん4つ共通する箇所も、何点か出てきますけどね、まあ、そういった意味で、子供を、真ん中に立たせていくということですね。これだけたくさんのページを割いて子供について、解説されている箇所というのはですね、うん、子供の心というのがいかに重要かということをですね、うん、あの示している箇所じゃないかなと思いますね。教会でなんか天使の絵って全部、ね、うん、子供ですよね。そうですね、はいはいはい、うん、やっぱり天使もこういうふうに純粋なイメージ、まあ、天使っていうのは多分目に見えないと思うんですね、うんうん、目に見えないんですけども、まあ、人間がイメージするときにはやっぱり子供のように、純粋というような、うん、あの心のイメージで子供にしたんじゃないかなと思いますね、うんうん、作品をですね、はいはい、まあ、そういったところを、こうなんて言いますか、イメージで読み取っていただければ聖書というのはある意味ではまた深みが増してくるかなと思いますね、はい、特にあの目に見えない箇所をこう表現するわけですから、こういったものを 目には見えないけどもあの存在するんだよ
あるいはまたこういう、先進的な面とか、あの例の世界の話をするときには、そういったことをもうイマジネーションしていくということが重要じゃないかなと思いますね、はいはい、先生ここでメールが来ているんですけれども、はい、読んでいいですか。はい、どうぞ。荒垣さん、はい、咲子さん、こんにちは。こんにちは。おっさんランドリーです。この番組には初メールです。お、僕の親戚にクリスチャンがいます。はいはいはい。彼は旧盆で集まっても、うん、仏壇には手を合わせず、線香も備えません、はい。宗教上の問題かと聞くと、そうだと答えます、うん。キリスト教では仏壇は禁止しているんですか。では最後まで聞いてますよ、頑張ってくださいということですね、はいはい、ありがとうございます、はいはい。そうですね、偶像礼拝っていうのを普通教会ではよく言われるんですけどね、うん、形あるものっていうのは、人間が作ったものですから、うんうん、人間が作った像を神として拝むっていうことは、聖書ではもう厳密に禁止されてる行為なんですね、うん。マールの神でしたっけ、何でしたっけ。バールの神ですね、うん、はいはい。かつてあのイスラエルの民もですね、うん、この偶像がとても土地土地に流行った時代があって、うん、それにあの汚染されていくっていうのが多いんですよね、うんうん。で、まあ、偶像っていうのはいわゆるもともとはあの木で細工作ったりするわけですよね、はいはい、木とか石とかあるいは金属、うん、まあ、そういったもので、像を形作って、神となぞらえて、安置したりして、それに対して手を合わせるって言っても何の効果もないよっていうのは、うん、あの聖書の中でも何箇所も書かれてるんですよね、うん、もうたくさん書かれてますね。でそういったのは、良くないことっていうことで戒められてますので、うん、まあ、全くあの、ご親戚の方がやった通りだということとして、うん、答えになると思いますね、はい。あ、うん、そうなんですね、はい。おそらく人間は目に見えぬ形で神様を作りたがるっていう性質がどうしてもあると思うんですね、うんうん。でも霊の世界ですから目には見えませんよ。そして一番重要な分かれ道は、神はすべて万物を作られた方ということが創世記からあの聖書では書かれてますので、うん、ここを読んでいただければすべてを作ったのは、唯一の神であるというのがお分かりいただけると思いますね、うんうん。ですから宇宙空間も作ったわけですよね、うんうん。ですからビッグバンが間違いというのもはっきり分かるわけですよね。お、うん、ビッグバンでできたって言われてるんですか。あの科学者はそう言ったりしますよね。もともとは小さなもうミクロの単位が膨張していくとかっていう話をしますよね、うんうん。じゃあ空間は誰が作ったのっていうことを誰も証明できないわけですよね、うんうん。で科学はまだそこまでやっぱり追いついてないっていうのが現実だと思いますね、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ハイサイ教会デビルをお届けしておりますが、はい、今日はですね、聖書箇所から、子供のように、自分を低くするっていうタイトルですね、うん、はい、お話をしております、うん。まあ、皆さんも、子供の頃のですね、思い出とか、子供の頃はああいう純粋な気持ちがあったのになっていうようなね、うん、こと経験がありましたらまたメール寄せていただければいろんな話も、展開できるかなと思いますね、はい。ぜひ、先ほどのような、メールはがいただければと思いますね、うん、はい、はい、ございます。どんなですか今保育園で子どもさんの。あ、ですね、うん、ご飯食べる時も一回お祈りしてから保育園で食べてるみたいで、はいはい、うちでもお祈りしてから食べてます。お、いいことですね。何言ってるか分かんないんですけど一応2歳だから、うん、ちゃんと手もこうなんていうんですか、組んでやってます。はいはいはい、うんうん、はい。あと誕生日会とかでも、うん、みんなでこのお祝いするんですけど、うん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 、全部御言葉でやってます、うちの保育園は。はいはいはい、うんうん。先生の子供も教会でした、うん、教会系の、はい、うんうん、幼稚園でしたね、はいはい。ナザレ幼稚園というのは那覇の方にありますけどね、はいはい。そこでも主の祈りっていうのをずっと唱えたりするんですよね、うんうん、子供たちが。もう子供たち覚えてるからもうね、しばらく行ってないからあれですけど、もう癖のようにですね、子供たちは全部覚えてましたけどね、うん、そう、すごいですよね、子供の記憶力は、うん、記憶力っていうのはね、はい、はい、いいですね。また保育園とかですね、
そういったのに通ってる、お子様がいましたら、またメールをお寄せいただければと思いますね。はい。はい、この放送はあのサイマル放送でもやってます。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。はい。パソコンでもね、聞けますよね。FM ギノワンのホームページから、再生ボタンがあります。同じ放送を、お楽しみいただけます、はい、あとスマホからでもですね、はい、聞けますので、ぜひ、見えるラジオとしてですね、聞いていただければと思います。はい、はい、それではまた1曲、はい、先ほどですね、うん、間違えたんですけど、名前主の隣人じゃなくて臨在でした。臨在、はい、はい、そして今からかける曲が生ける水の川、はい、ということですね。よろしくお願いします、はい、お聴きください。
はい、ラジオを聴きの皆さん、ハイサイ協会デビルをお届けしております。あ、とてもいい曲でしたね。いける水の川、いける水の川です。そうです、はい、はいはい、うん、はい、ありがとうございました。はい、今日は、子供のように、小さくなりなさいというようなタイトルでお話ししておりますが、はい、その中にまたあの天の御国っていう言葉が出てきますよね、うんうん、それイメージすると天国のことっていうのはどういったところというイメージされます？あ、なんか平和なイメージですけどね。はい、そういうイメージしますよね、うんうん、でもあの人間が考える天国っていうのとあの実際のこの聖書に書かれている天国の話っていうのはイメージってちょっとやっぱ違うところはどういったところかというとですね、人間はあの天国のイメージはこの世の、 あの延長線的な発想で捉えているところが多いんですよね、はい、まあ、例えばですね、うん、夫婦もあの世に行っても夫婦っていう関係とか、うんうん、親子関係があるとかあるいは、友達関係がこういうふうに普通この世の形でそのままあるみたいなイメージで捉えるんですけども、うんうんうん、あ、違うんですか？聖書では、ま、そういう人間のあの習慣みたいのとは地上での習慣みたいのとはちょっと違うって書いてますね。うん、ですから結婚という制度はないわけですよね、うんうんうん、だから、論じたのがこういったのがあったんですよね。再婚したらどっちのところと夫婦関係になるのとかね、うんうん、そういった、例えをするんですけども、イエス様は、その時に、天の御国ではそういったもんではないということを、うんうん、あのはっきりと、示すんですよね。はい、ですから人間の制度が、そのまま、天国でも、延長的にあるもんだというイメージはちょっと外れるかなと思いますね。どういうところなんですかね。だからね、行ったことないんで、分かんないですけど、ね、どういうところがわからないんですけど、非常にあの永遠のもう時間があって、非常に清いところっていうふうには言われてますので、うん、そういった清くなればそういったところに入れるっていうことですので、清い心でですね天国に行けるように迎えていきたいなと思いますね、はい、まあ、そのためにはやはり、悔い改めてイエス様を、救い主として信じるというのが一番だと思いますね、うん、まあ、初めはそこからですね。そして、聖書にある箇所をですねしっかりと、聞き従って、生活の中に生かしていくということが重要じゃないかなと思いますね、うんうん、はい、はい、あ、もっと保育園では、食事あるいはまた友達関係なんかはどんなですか？このどう、あ、食事は、うん、全部玄米とかいう感じなんですけど、うん、イベントごとは結構でもあります。このクリスマスとか、うんうん、 はいはい、あの何でしたっけ、復活祭、復活祭、はい、とか花を飾る、なんていうんですかね、花を飾るやつもあるんですよね、うんうんうん、園長先生が牧師さんなので、なんかいろいろ収穫感謝祭とかも、あ、野菜もあります。ありますよね、はい、持っていくのも、うん、結構そういったのが、うんうん、あって楽しいですよね、はい、うん、もうちょっと大きくなったらね、なんかいろいろまたやるんでしょうけどね。うちの子がまだ2歳だから、うん、はい、あ、そうか、2歳か。先生のところどんな感じだったんですか？まあ、結構あの今言ったようなものがあったり、うんうん、食事もお祈りがあって、うんうん、そしてあの園長先生がね、年配の、もうお亡くなりになりましたけども、年配の先生がいて、うん、たまに子供向けのねメッセージするんですけどね、うんうん、ああ、さすがだなと思いますね、うん、子供が熱心に聞けるような話っていうのはああいうふうにやるんかなと思ってね、はい、あ、じいちゃんだけどもあんなひ孫ぐらいの子供に対してですね、ひ、うん、孫もっと小さいかなと思うぐらいの子供に対して丁寧な聖書メッセージをするんですよね、うん、これっていうのはさすがだなと思いましたね。私たちだとちょっと分かんないですよね、子供に伝わるメッセージは、うん、自分の子供に対してもそこまで小さい時に言えるかなと思ったらなかなか言えないなと思ってですね、うん、で子供たちが熱心に聞くんですよ、それね、うんうん、見てたら、うん、さすが園長先生だなと思いました、ね、すごいですよね、はい、はい、ラジオを聴きの皆さんの中にもね、子供さんが、保育園とか幼稚園通ってる、
方々おられましたらまた、メールでもお寄せいただければなと思いますね。はい、ハイサイ教会デビルをお届けしておりますが、この聖書メッセージの中ですね、あともう一箇所ですね、ルカの福音書の中にも確か、あ、ルカじゃないな、マタイ、マルコ、マルコの福音書のですね、はい、うん、9章の、34節のところにもですね、はい、まあ、同じような、お話があるんですけども、うんうん、ここでもあの12弟子たちが、誰が一番偉いかってね、お互い同士で論じ合ってるところが出てくるんですけども、はい、本当にこのイエス様の弟子たちっていうのはある意味では我々と大体似たぐらいのレベルだったんじゃないかなと思ってね、うんうん、逆にそういったことを感じると親しみが湧きますね。はい、なんだそうか、我々と同じぐらいの、レベルの、感覚で、イエス様の弟子だったのかなと思うとですね、うん、優秀だと思ってたのにそうでもなくて、確かにね、ある弟子は兄弟で、もともとは漁師だったとか、うん、特にマタイっていう人はですね、酒税人って言われてたんですね。酒税人、うん、はい、酒税人っていうのは、うん、今で言えば税金を取る役割の人、うん、あ、はいはい、ということになるんですけども、うん、まあ、今で言えば税務署とはちょっと違うんですけどね、うんうん、今の税務署の職員の皆さんは真面目にですね、ちゃんとした、所得に応じて、付加、要するに税金かけて徴収するっていうような、ルールを厳密に守ってやってらっしゃるんで、この素晴らしい、職務だと思うんですけども、当時の酒税人っていうのはね、ユダヤ人が、させられて、同じユダヤ人から取りやすくするわけですね、うんうん、ローマの市民からすればですね。ですから、結構役割っていいますか、権限も与えられていて、多少多めに取ったりとかですね、うんうん、自分で多めに取ってそれを小遣いにしたりするわけですよね、うんうん、ですから酒税人という言葉はこの聖書の時代というのはちょっと悪い人みたいな、うん、悪いやつの代名詞なんですよ、うんうんうん、だから酒税人と一緒に歩いてる人を見ると、うん、要するにちょっと悪い連中の仲間っていうふうなイメージで、捕らわれる時代、うん、だからイエス様も最初マタイとかあるいはザーカイという人が出てくるんですけどね、この人たちと一緒に家に招かれて行ったりするんですよね、うん、そしたらこれを周りのユダヤ人が見てると、イエス様ってあんなに皆さんから親しまれてて教師として偉い人なのに酒税人と一緒にご飯食べに行ってるよとか、うんうん、悪い連中と一緒にね、家に招かれて行ってるよとかっていうボソボソ噂話をしたりするわけですよね、うんうん、まあ、そういったところなんかも見てると、酒税人っていうのはもう悪い代名詞、そことお付き合いをする人っていうのはどういった人なんだろうなということで、まあ、当時の人たちの感覚からすれば、少し考えられんなっていう感覚に陥るんですけどね、うん、まあ、それだけユダヤ人っていうのが厳格にですね、真面目に生きるっていう性質が強かったっていう時代があるわけですね、うんうん、まあ、これがある意味では、なんて言いますかね、間違いを犯している人たちを正しい方向に導くということをないがしろにしてたっていうのもあるわけですよね、うんうん、ですからイエス様は、医者が必要なのは病人だよと、で曲がった行いをする人を治すのは私の仕事だよということで、うんうん、できるだけ罪人とお付き合いをしていったというのがあるわけですね。まあ、そういった行為なんかは、我々にとっては、非常にありがたいなと思いますね。今考えるとですね、そういったところの人たちは、むしろ差別されてて、なかなか悔い改めることができない人たちも多かった世の中に、イエス様が登場してきて、意外や意外っていうふうなところから、入り込んでいったっていう、うん、
まあ、本来は非常に貧困法制で真面目な人が救い主としてこの世に来るんだろうなと思ってたんですけども、なんとあの不良連中と歩いたりするっていうのが目に映るもんですから、ちょっと最初は受け入れにくかったと思うんですね。しかしながらこれは、罪人を救い出すために自分は、ここのこの世に来たんだよということを言って初めて気づいて、悔い改めて言って、あるいはまたその行為を見てて、周りの人たちも感化されていってイエス様を信じるようになったっていうのがですね、聖書の中で読み取ることができると思うんですね。そういった意味でもこの子供のように純粋にもう一度なりなさいっていうのはですね、ああなるほどっていうふうに思うかもしれませんね。はい、はい、ですね、子供のようになれればいいんですけどね。そうですよね、本当ね。あの今日も朝私早起きしてあのダチョウ体操に行ったんですけどもね、はい、やっぱあのまだ 3,4 歳ぐらいの子供もあのお兄ちゃんお姉ちゃんにあの引っ張れあの一緒にね手引かれて、会場に来るわけですよね、でも素直ですから、初めての私のところにもちゃんとね、挨拶に来たりするわけですよね。非常にあの純粋だなって目を見るとね、もう非常に素直な目、綺麗な目してましてね、あ子供の心っていうのはこういうふうに疑いを知らない純粋な、心を持ってるんだなっていうのを感じますよね。本当ですよね。そういうところを見るとですね、私も何にでも ありがとうって言いなさいっていうふうに教えてるんですけど、あの虫とかそういうのもなんですけど、生きてるものでも、物にも、全てに言います、うちの子。おあのお風呂場のおもちゃにも遊んでくれてありがとうって言ってる、あ、なるほどね。そういう心ってなかなかね、あはい、物にも感謝していくということですね、大人になっていくとなんで消えていくんでしょうかね。あ、はい、ですよね、はい、そういったところを引き戻してくれるのは、まあ、聖書とかですね、そういうまたメッセージを聞くと、はっと我に返ってですね、あ大人ってなんてこんなにまで汚れていくのかなという、ね、感じでくるかなと思いますね。はい、はい、あいい話ですね。こういったの物にもちゃんと感謝するっていうのは、こういったのは、素直にやっぱり受け入れてくれるんですよね。ありがたい、アーメンですね、はい、はい、素晴らしい。それがあと1曲いく、はい、何がいいですか。次の曲適当って言ったらおかしいけど、適当じゃないけれども、CD から中から、はい、じゃあですね、じゃあ私の願い、はい、お聞きください、どうぞ。私の願い、主イエスを心からあがめ讃える、すべての賛美あなたに、かけがえのない主イエスに、我が心と我が魂をSubete no san
スに我が心と我が魂をあなたに捧げ生きる限りあなたの道を我が魂をあなたに捧げ生きる限りあなたの道を歩ませたまえ。はい、はい、ラジオを聴きの皆さん、ハイサイ教会デイビルをお届けしております、はい、お、メールが入ってまいりましたね。はい、コメント、じゃあ私読みます、はい、ミロクさん、はい、はじめまして、東京で視聴しています、キリスト教のカトリックを約20年やって卒業しました。自分ではキリスト教の OB だと思っています。 OB ですか一生現役でいてほしいですね。 OB にならないでですね、はい、あ、カトリックですか。はい、まあ、私たちはあのプロテスタントの、教会なんで、カトリックの教会のことはあまりよくはわからないんですけども、うん、まあ、聖書を使ってですね、同じようにメッセージをされていると思いますので、聖書のことはよくご存知だと思います、20年で何卒業っていうのはあり どうなんですか説、いや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 、キリスト教の OB っていうのも僕も初めて聞きました。私も初めて聞きましたOB にならずにですね、ずっと生きてる間ですね、地上で働いてる間は、教会通っていただければなと思いますね、うん、はい、20年ってすごいですね。20年ってすごいですね。私よりキャリアありますね。私13年ですからね、まだ。あ、うん、長いです。それでもそう、いやいやいや、13年、はい、一生懸命で、いつの間にかね、まあなるんですね、それね、うん、あ、もうエンディングですか。違います、ごめんなさい、曲が、はい、すごいですね、20年、うん、東京の、なんていう教会でしょうかね、うん、もう教会の名前とかも教えていただければと思いますが、カトリックとあれはまた違うんですか。カトリックとプロテスタントは、まあ、違うといえば違いますね、まあ、同じ教会なんですけども、あの社会科の時間であの習ったと思う、マルチン・ルターの宗教改革っていうことを聞いたことあります。ないです、はい、まあ、あの教科書にも載ってるんですけどね、宗教改革があの、まあ、何年ぐらい前ですかね、あれね、うん、あ、500年前か、はい、あったんですよね。ちょうど500年とか言ってましたね、今年で、うん、宗教改革500年前、カトリックからこう分かれていくんですね、うん、あのカトリックがあまりにもあのローマ帝国権力をと結びつきすぎたところがあってたんじゃないかなと思いますね。そして、そういった宗教を利用したあの政治が行われるようにあまりにもなったり、あるいは偉い人たちがあの自分たちの思いで、宗教をコントロールしようというような形で、悪いことしたらあの例えば免罪符というお金を納めて免罪符を買うとこの罪が許されると か、うんうん、か金持ちだけしか許されないような形になりますよ ね、 そうなんね、はいはいはい、あれまたいい行いをすることによって救われるという考え方があったんですね、うん、で聖書の、教えを間違った方向にあまりにも導きすぎてるんで、はい、ルターも本当は悩んでこのカトリックの総本山でありますあのバチカンでですね、うん、はい、修行するんですよ。修行するけども途中でこんな難行苦行して人間は救われないといけないのかなということを自問自答しながら途中で気づくんですね、はい、あ、こうじゃないよなと、聖書の教えっていうのは、うんうん、
素直にイエス様を信じればそれで救われるんだよなっていうことに気づくわけですよね、うん、それによって、ルターは、宗教改革に、乗り出していくっていうのが、まあ端的に言えば始まりなんですけどね、うんうんうん、で結構ねどんな修行したかというと階段をね膝をついて登るとか、うんうん、でこの階段もですねなんかへこんでるらしいんですよね。階段がへこんでる、でこぼこして、うんうん、真ん中の方がなんでかというとあれみんなで膝でついて階段登っていくために何万人の人がこう修行していったら少しずつ削られていってへこんでいったっていうのがあったんですね、うん、でもそれをやってまで、キリスト の苦難の歴史を苦難の体験を、うん、歩むっていうような行為それによって救われるっていうのもちょっとおかしいんじゃないのっていうのに気づいていった。またなんか来てますね、はいはい、プロテスタントの福音派、うん、聖霊派、はい、カリスマ派の教会も数箇所ほど訪ねたことがあります。聖書を信じる心がすごいと思いました。あ、結構、教会はプロテスタントの方も行かれたんですね、ミロクさんは、うん、福音派、聖霊派、カリスマ派いろいろあります。僕はあんまりこの辺こだわったことがないんでね、どう説明したらいいのかなと。福音というのは、聖書に聞き従って、うん、そう歩むということが福音派だと思うんですけどね、はい、うん、あるいはまた聖霊の力によってですね、うん、満たされるっていう、どっちもありですよね。何ですか、カリスマ派が一番気になるんですけど。カリスマ派っていうのは、何でしょうね、なんだろうね、何でしょうね、僕もうまくは説明できないんですけども、はい、結構ねこう特徴ある教会っていうのがたくさんあるんですよ、うんうん、静かにメッセージしたり静かに聞き従うというところもあったり、あれまたちょっと激しい賛否の音楽がね非常に激しくやったりしてノリノリでやるっていうところがあったり、あれまたこういうふうにね死人を蘇らせるっていうようなねことが起こったりする場合が特に海外の教会ではあったりするもんですから、そういったのでもう大どんでん返しみたいなねことが起こったりするっていうのがあってそういったところがカリスマ派というふうに言われてるのかな。あんまりそこまでですねこだわったことはないんですけども、うん、聖書に書いてる通りのものをですねしっかりと信じきれれば、それでいい方向に行くんではないかなと思いますね。だからあまり教会を渡り歩くっていうことは僕も、何か所か知ってはいますけどね、行ったこともありますけども、うん、そんなに渡り歩いたっていうのはないんで、他の教会の奥深くはわからないですね、うんうん、はい。特に福音派とかっていうのはアメリカではね政治的に大統領選挙とかそういったところで話題になるんですよね。うん、で結構保守的な、考え方が非常に強いっていうところが福音派って言われててですね、うん、大統領選挙でも影響を与えるっていうのがよく出てくるんですけども、日本の場合とは若干その辺は違うと思いますね、感覚が、うん、はい、はい。コメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はい。はい。ハイサイ教会デビルをお届けしておりますが、うん、もう時間も、ね、残り少なくなってまいりました。はい。私は、スタジオに入るのは2週間ぶりですが、ラジオをお聞きの皆さんは、この、1週間どうお過ごしになりましたでしょうか。うん、そしてまた新しい1週間もですね、皆さんにとっては本当に良い1週間でありますように祈っています。祈り忘れる時があるものですからできるだけ早い時間にですね、はい、祈ってですねラジオを聴きの皆さんに本当に祝福がありますようにですね。そして災害に見舞われた冒頭でも、番組 の初めでもお話ししましたが、はい、熊本とか大分県なんかね、水害で大変な目にお会いあった方々ですね、本当に今でもご苦労されていると思います。あれだけの水害というのは沖縄ではなかなか経験したことがないんでどういう感覚かというのは我々は大変申し訳ないんですがわからないんですよね。テレビの映像でしか見たことありませんので、ね、うん、はい、でもあんな電柱よりもでっかいような木材が流れるというのはちょっと沖縄では考えられないようなシーンでしたので、うん、大変、生活に不自由をきたしていると思いますが、一日も早い復興されることを祈っております。はい、はい、
と他にもメールは、来ておりますかね。大丈夫ですね、はいはいはい、ぜひミロックさん、あの帯にならずにですね、一生かけて、教会行ってほしいなと思いますね、うん、できたら私たち沖縄の教会にもね遊びに来てもらえればね、うん、はい、いいですね、旅行来たついでにね、はい、はい、交わり、まあ、教会ではあの交流することはあの交わりっていうんですね、うん、そう交わりをしていろんな意見交換するっていうのが、とても楽しいんですね、うん、まあ、そういったことも、ぜひやってみたいなと思いますね。リスナーの皆さんともこういった交わりできる機会があればなと思いますね、はい、そういったことを私はとても楽しみにしてますが、うんうん、ぜひ、沖縄に来られるときは FM 宜野湾まで足を運んでいただいてね、はい、いろんな意見を、交換していただければなと思いますね、うん、であのラジオ機の皆さんにはあのスタジオに来ていただければあの聖書を、無料で差し上げております、ギデオン教会から の, あの協力によってですね、はい、無料の、聖書を、差し上げておりますので、また郵送もしてますので、はい、もしあの遠い地域でしたら、郵送もいたします、はい、メールでですねご住所とか書いていただければこちらからお送りいたします。はい、はい、それではエンディングになりました、うん、はい、新しい1週間もまた、ラジオを聴きの皆さんにとって良い1週間になりますように、家族の上にもあなたの神様の祝福がありますようにお祈りいたします。はい、このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン、アーメン、はい、はい、感謝します。